キノクニスゲカレックス松村へは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。カンスゲなどに似ているが全体に緑色で柔らかく、下方は白くなる。本州南部から、トカラ列島まで海岸近くの森林に出現するが、その生育地は限られている。特に沿岸近くの小島であることが多い。常緑性で、多年生の総本。本茎は短く、大きな株立ちになる。 ほふ枝は出さない。葉は、新緑でザラつかず、厚手で滑らかで、家形より高くなる。洋服は5から15ミリメートル。新しい芽は最初は葉の実をつけ、次の年にはその中央からまた葉の実を出す。つまり新しい無家形が出る。木部の鞘は淡い色で脈が褐色を帯び、古くなると繊維に分解する。冬に家女が芽を出す頃には根元には、黒か色の繊維があり、 5月頃にはなくなる。家系は前年の無家系の溶液から出る。家系の高さは30から50センチメートル、茎はやや太めでザラつかない。過序は頂きこぼが優勢で、側こぼは3から4個あってすべて姿勢で、ただしその先端に短いおばなぶを持つ場合がある。ストには鞘があり、用心部は、下方のものはこぼより長く伸びるが、 上のものほど短くて小棒の先端に届かなくなる。長生のオスコボは長さ3から6センチメートル。長大円型で太く柄があって抜き出て、その柄の長さは1.5から3センチメートルに達する。ナリ輪ペンは淡褐色で先端は鋭く尖る。側小棒は円柱型で長さ2から4センチメートル直立する。柄があって、 下方のものは3 5センチメートルに達するものもあるが、髪型のものほど短くて0 5センチメートル程度のものもあり、最上位のものは柄がない場合が多い。メバナ輪ペンは緑白色で卵型、先端部は短く突き出し、その先端は尖っている。下方は輪ペンより長くて、長さ3.5から4 5ミリメートル、幅1.5から 2mm、 長卵形で毛がなく、先端は急に再噛って、短いくちばしとなり、先端は平らか少し凹んでいる。下方には脈があり、その質は厚いが柔らかく、また全体に緑だが下半分が白身を帯びる。果実は楕円型で、断面は両凸型、長さは2から2.5ミ、mm、リメートルで先端には感情の付属体があり、その基部は短い柄状になっている。 中東は二つに避けるが、ごく稀に三つに避けるものがある。和名は、木の国菅で、紀伊半島で最初に発見されたことにより、別名に、奇襲菅、黒島菅がある。ウイはその和名を、奇襲菅とし、別名で木の国菅を取り上げているが、この植物は、松村つとむさんが、和歌山県小座町急流島で発見したもので、奇襲菅の名は、牧野富太郎が命名した、とある。 日本では、本州の太平洋岸では、三河湾、日本海側では、北陸地方より南西部、それから四国と九州、トカラ列島と伊豆諸島の都島に分布し、国外では、朝鮮のチェジュ島と移領島から知られている。これらの地域で、本州はどこにでもあるわけではなく、分布は極めて極在しており、特に沿岸の離島、それも小さな島に見られることが多く、分布のある。 離島の対岸であっても、本土側では、生育が見られない例が多い。例えば最初の発見地であり、名の由来でもある、和歌山県の場合、最初の発見地小座急流島の他の産地として、ういは、田辺湾の上島、南部町の鹿島を挙げているが、少し下って、坂口にはこの他に衣な黒島だけが追加されている。そして現在でも和歌山県では、 上記の4主張のみしか記されていない。上記のように本種は分布域の限られた貴重な種であり、それに関してはいくつかの議論がなされてきた。特に分布域において当初に、その生育地が集中していることは注意を引いた。例えば中世では、長崎県での新産地発見に関して、本県での分布地が合計9カ所となったこと、その内訳が無人登録、有人島に、 陸系島一であることを記している。さらに中西は、面積が1平方キロメートル以下の当初に偏って、分布する植物を当初偏在植物と定義し、本種をその代表的なものとして取り上げた。それによると、本種が本州中部まで分布するのはその中では例外的で、それ以外のものはより南に分布があってこの地域が北限に当たることから、 当初は周囲を海に囲まれた小さな陸地であり、冬季に温度低下が少ないことがこのような分布の原因であり、これに加えてそこに成立する森林が原生的ではないにしろ人手がさほど入らないことと同時に台風等の影響を受けやすいことから極層状態が破壊されていることなどが原因であると推定している。このような分布は九州に限らず近畿地方でも 簡単に行き着けない島や岬に多いとの報告があり、九州でのさらに詳しい調査では、本州の分布するのは、面積1平方キロメートル以下の島が55.8%、10平方キロメートル以下で79.8%にも達する。生育地の様子海岸近くの森林内や林園に見られる。本州は海岸近くにのみ生育地があるが、これは、 海岸性であることを意味しない。例えば、ひげ素げしいぼっち穴は、海岸性の比較的大柄なすげとして知られ、海岸の岩の上や砂地に生育し、時に本種と隣接し、あるいは混成して見られる。しかし、本種の方は、森林の林園まで見られることがあっても、決して海岸にある森林性の樹木の入らない、総本群落に出現することはない。本種は、 商用樹林の構成種の一つと見ることができ、特にタブの木を中心とする森林の臨床に出現するものである。さらにその生育環境を詳細に見ると、平坦な落葉層の豊富な場所にはあまり生育がなく、傾斜があって土壌が露出したような場所に多く、特に小型の株や幼い個体は、そのような場所で多く見られるという。これは、種子が定着するには、 落ち葉が堆積していないことが必要とされているためではないかと考えられる。このようなことから中西は本種が小さな当初や岬にのみ本種が見られる理由を以下のように考えている。本種を含む杉属の植物では種子は花宝という袋状の構造に包まれその形で散布される。水辺に生育する種には花宝が 水流散布に適応していると思われるものもあり、例えば塩く具など海岸性の種には、下方がコルク質になり、浮きやすくなっていると考えられるものがある。本種は海岸近くに出現するものではあるが、海流分散は行わないと思われる。実験的に海水に投入した場合、採集した直後のものでは1日でほとんど2日目で全てが沈んだ。 乾燥させた後のものは1日ですべて沈んだ。本種は海岸近くに出現するものではあるが、実験的に海水に投入した場合、採集した直後のものでは1日でほとんど、2日目ですべてが沈み、乾燥させた後のものは1日ですべて沈んだとのことで、海流分散は行わないと思われる。種子は種としてによる運搬が大きく関わると思われ、 生育地で種子を地上に置いた場合、すぐにアリに運ばれる。長崎県の観察では、網目アリ足長あり、飛び色系アリが種子を運ぶのが確認された。本種の花宝は柔らかくなっており、上半は緑で、花宝は白っぽくなっているが、アリは必ずこの白く柔らかい部分を顎で加えて運ぶという。つまり、花宝が白く柔らかくなっているのは、 偉いを総務に相当すると判断できる。勝山は本種を冷えすげ不死セクト、ロンイテイルズに含めていたが、勝山はこれを改めてぬかすげ不死セクト、マイターイティに移しており、その理由として、過法や果実の形態などがむしろこの不死の特徴に適合することを挙げている。外見的な面で言えばぬかすげ不死には、関すげ類や本文字すげ類、青すげ類など、 非常に多くの種が含まれている。カンスゲと大柄な種は本種と比較的似ている。ヒエスゲブシの種は、花宝が大きくて長いくちばしがあるのを特徴としており、また一つのコボにつく花宝の数がさほど多くないものが多く、本種と紛らわしいものはない。似た姿の種は多いが、類人の多種があまり出現しない特殊な環境にあること、それにメスコボに花宝が密生してつき、 それが白っぽくなるのが足しと判別できる特徴になる。環境省のレッドデータブックでは、純絶滅器具に指定され、分布地の各県でもそれぞれに何らかの指定を受けている。生育域が極めて狭く、個体数が少ないことからの指定であるが、生育地は小さな当初や、社寺林など、もともと保護されていたり、開発の見込みの少ない地域であり、その点では絶滅の危険性は、 高くないとの声もある。ありがとうございます。